さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはかる大切なコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は商品検査センターの井川正光さんそしてゲストに 神戸常盤大学教授の柳本裕二さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。さて、柳本先生は本当に久しぶりですけれども。はい、確か去年の8月に。 あのその時には先生には商品検査の日の集いというのがありましたので、はい、その集いの講演あの100歳まで歩ける体力をつけるコツというのなご講演とあとその時には一緒に兵庫丸ごと健康チャレンジの一環であるウォーキングイベントにもご一緒させていただいたというところです。神戸時は大学学でで健康スポーツ科学の分野で えー、教えていらっしゃるということなんですが今大学も大変なんでしょうね,、はい、うねこの対応でコロナの。はいろ、はいろとあの学生たちもなかなか大学に来れなくてね、はい、大変なことがあるんですけどねそれと、うん、このコロナというのは、うん、実はあの環境とも随分影響というかういうう、ね、切っても切れない関係があるんですってね。えーえー あのコロナウイルスですけれども、はいえー、感染拡大には歴史的にちょっと共通した原因がありそうです<お>例えばペストの感染拡大が起きた6世紀ですね、うんはい、その頃は古代後期指表記といって,言って<お>とても寒冷期だったんですよ。はい、でその頃ね、うん アフリカからイタリア各地へ飛びバッタが大群が移動したんですね。あ、今言われてますね。そうですね、はい。そうです。で、また14世紀にもヨーロッパや中国で干ばつとか洪水とか、まあ大地震とかいうのが起きたんですね。気候変動で。その頃飛びバッタがやっぱり大発生したんです。そして同時期にやっぱりペストが大流行してるんです。はい。 そして新型コロナウイルスが急,急速に拡大している感染拡大している2019年から2020年にかけて砂漠飛びバッタが大発生してるんですね、はい、つまり新型コロナウイルスの流行している現在はこれまでのペスト流行期の環境とよく似てるんですうん、まあ、一つ言えることはこれまでのペスト流行と同時期に自然環境の悪化が起きたこと、はい、これによって危機などが増大しますねうんそうするとまあいわゆる、まあ、あの表現が適切かないかわ分かりませんけど まあ弱いい人の抵抗力が低下していくと、はいうん、そうすると感染がどんどん広がるということです、はいうん、つまり新型コロナウイルスの感染拡大には自然環境の悪化動態によってまあ、つ助長する可能性があります今の、はい、地球温暖化っていうね大きなくくりで話は環境問題に取り沙汰されてますけれども実は歴史的に見ると。はいはい 繰り返されてるっていうところですね。そのために私たちができることは何かっていうことを早く気づかないといけませんね。ねやはり環境のことも大事にするということですね。うん、はい。まあそういう中で今。 大学のの授業といいうううはどうう形でで、はい、今ですねあの少し学生が実習などであの大学に来ることが増えてきてるんですけど、はい、基本的には4月からはあのオンライン授業ですね遠隔授業で学生が大学に来れないものですから、うんはい、オンラインで授業を開始してます。逆に言うと 我々もあの学生の皆さんと会ったことがない中で授業を開始したんですよ。うん、これすごいことで,、はいねでも。特に私が担当している健康スポーツ科学2というんですが、はい、これは実技を止まるんですけど、はい、これをオンライン授業でやるっていうのは大変なことなんで <laughs> <実>どうしようかと。でまあいろいろ考えたんですけどね今、まあ、学生たちはスマホを持ってますし、はい、ですから受,教受講生一人一人に、えー、スマホアプリの歩数計を まあインストールしてもらってそれを活用して日常の身体活動量を測定してそれを遠隔事業によって全員で共有することにしたんですね<ー>そういう測り方っていうのはあるんですか、ね、ですだからみんなにあのスマホの歩数計のアプリをあのこ,れこれを使いましょうと iPhone と Android 違うから、はいはい、それをみんながそれをインストールしてそこで毎日の歩数を測っていくんです。 でそれを遠隔授業で、うん、あの学生のレポートを他の方に学生に紹介するんですね、うん、そ,それを刺激を受けて、はい、であのまた頑張っていくという例えばですね、うん、あのここに書いてもらったのはあ,のあれなんですけどあの本学の1年生の看護学科のか引香さんのレポートなんですけど。はい 今週は緊急事態宣言の影響もあり4月26日以外外出をしなかったので家の中でスマートフォンを持ち歩いて記録した習慣的な行動のみが記録として残った、えー、歩数を見ると1,000歩以上歩いている日が1日しかないこともわかる<う>えさらに遠隔授業が始まりパソコンに向かっていた時間が多くなってしまったのであまり運動ができなかった。 1>, 1週間の記録をまとめると今週は普段の生活を比べて比較的運動量が少なく健康的な生活ではなかったことが分かったこの反省を生かして28日以降は密接を避けてのウォーキングやランニングを人の少ない夕方から夜にかけて行っていくようにしたいとありました。 からは少し一日一万歩ぐらい、えー、歩いたりすることが、うん、あの増えてきたということですね。あねまあ非常にこのように学生たちあの会ってもないんですけど、はい、それぞれがね工夫をしていいレポートを送ってくるんですね。うん、なるほど、ね。ですから遠隔授業すべてが悪いかなというと意外とそれでこう。 交流ができて、はい、で彼はあの夜人間ですから、夜中にメールを送って質問が来たりとか、ね。うん、<laughs> なそういう触れ合いをしています。は,<ー>はい。はい。やっぱり何かしらそのアイディアというか、はい、どうすれば。 できるか。そうですね。持続可能な授業になるかっていう,う、ね、ようなことを、うん、学生も先生もみななんなそこで一緒に考えていく。学生素晴らしいです。僕は尊敬します。はい、あん小さなね、スマホの中であれを記録を作るんだってね。なるほどね。いねえー、はい。あの実は今。 家にいる時間が長くなったのでね、うん、今のお話じゃありませんけどやっぱり運動不足のこと言われてます、はい、でその運動不足と今認知症との関連っていうことも今話題に上がってますので,です、ね、この辺りは是非来週、ね、詳しいお話をまた伺いたいなと思います。今朝は商品検査センターの井川雅光さん ゲストに神戸常和大学教授の柳本裕二さんにお越しいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。